はい、皆さんこんにちは。緊張しすぎるマジシャンの伊藤ガイドです。さて今回ね、久々にトランプ紹介をやっていこうと思うんですけれども、今回紹介するトランプはこちらです。じゃん。こちらインポッシブルデックをねご紹介したいと思います。ミッションインポッシブルはね映画ですよね。で、まあ、こちらのデックをご紹介したいと思います。こちらはですね、買った場所がインポッシブルカンパニーというサイトから直接買いました。まあ、なので、まだこちらのデックね、買ったことないわっていう人は、概要欄にね、リンクを貼っておくので、そちらからチェックして買ってみてください。で、僕がなぜこちらのデックをね、買ったのかっていうと、その衝撃の価格にびっくりして買いました。で、値段がね、なんと、550円しました。めちゃめちゃ安いよね。そう、コスパが最強ということで、まあ、買いました。まあね、他のマジシャンの方もね、結構コスパが最強ということで、まあいいということで、まあ買ったんですけれども、まあ肝心なのは質だよね。質が気になるところ。で、今からね、こちらの商品説明をざっくりと紹介したいと思います。こちらに携帯があるので、インポッシブルカンパニーのね、こちらの商品のね、説明文を読みたいと思います。インポッシブルカンパニーのデックが完成しました。デザインコンセプトはモダンクラシック。弊社のロゴにもなっているペンローズトライアングル、三角形ですね。で、エレメントを構成しています。主張が強くなりすぎないようにバランスを調整し、スタイルを選ばず飾らず使えるようにしました。で、カードの品質は、現時点で選択可能な最高です。で、USB-CC プレミアムペーパー、B ストックですね。のクラッシュド、つまりプレスで薄くしています。まあ、要するに数枚程度ね、通常のデックよりかは、数枚程度薄くなってるよっていう感じですかね。で、薄くても張りは強めで、しなりが絶妙です。で、トラディショナルカットで、ファローシャッフルがフェイス側からスムーズに入りますということで、まあ、すごくね、シャッフル系もやりやすいよっていう感じ。で、エキストラカードはブランクフェイスとダブルバック。まあ、ベタですが、それは、つまり、汎用性があるということですね。さらに、デックをお買い上げいただいた方には動画コンテンツがついてきますということで、まあ、このデックを買うとね、動画コンテンツが、見れますよっていう感じですね。で、まあ、これだけ揃って、550円。普段使いしていただきたいので、限界まで安く設定しました。ご愛用いただければ幸いですということで、まあ、すごいね、コスパ最強のデックが手に入ったということで、今から早速ね、レビューしていきたいと思います。で、ちなみにこちら、カード構成なんですけれども、全部で56枚です。で、まあ、52枚。そのうちの、ジョーカーが2枚、同一デザインですね。で、ブランクフェイスが1枚。で、さらにダブルバックが1枚ついてます。まあ、全部で56枚ついてるよっていう感じですね。やっぱりさ、これだけ、コスパ最強のデックってさ、やっぱりなかなかないから、今から開けるのが楽しみだよね。じゃ、今からね、早速、近くで、見ていきたいと思います。はい。まずケースの紹介からしていきたいんですが、まあ、全体的にはね、赤ベースで、で、まあ、白縁があって、で、真ん中にね、大きく会社のロゴ、インポッシブルカンパニーの、ロゴが入ってます。かっこいいね。で、横はこんな感じで、ザ・インポッシブルカンパニーとあります。で、こちら側にはね、プレミアムペーパーで、ロゴがあって、トラディショナルカットと書かれています。で、上はこんな感じ。ここにもね、ロゴが入っています。下にはね、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、ここ、インポッシブルカンパニー大阪ジャパンですね。で、メイドイン USA。で、これが多分ね、インポッシブルカンパニーのサイトにアクセスできるようになってるんですかね。もし興味のある人はぜひね、チェックしてみてください。で、裏はこんな感じ。いや、すごいいい感じだよね。まあ、主張も強すぎずね、まあ、ちょうどいい感じかなとは思います。そして、ここ見てください。シールがついてません。なんでね、フィルムを剥がしてすぐに開けることができます。この辺すごくありがたいですね。じゃあ早速ね、インポッシブルデック開けていきたいと思います。どっから開けるのかな？あ、ここかな？いや、初のね、インポッシブルデックなので、めちゃめちゃ、ワクワクしております。で、皆さんにもう一度改めて紹介するんですけれども、必ず、フィルムを取る際、一番上だけを取るようにしてください。で、これ下も取ってしまうと、これ湿気に弱いので、箱が汚れちゃうんですよね。白く。汚れてしまうので、まあ、その対策として、必ずね、一番上だけを取るようにしてください。っていうのを最初に、お伝えしたかったんですけれども。じゃあ早速ね、中身を見ていきましょう。オープン。お。なんかこのフラップ部分、いい感じだね。
お、そしてバック面もいい感じ。まあ、これは後ほど見ましょう。まずはこちら、ジョーカーからですね。お、ジョーカーは、会社のロゴになっているインポッシブルカンパニーのロゴです。これが1枚、2枚。一緒ですね。同じは結構助かります。そして、こちらがスペードのエースですね。こんな感じ。ザ・インポッシブルカンパニー。いや、すごいいい感じだよね。で、他は至ってシンプルですね。まあ、普通のバイスクルとかと変わりません。こんな感じ。で、絵札もね、ほとんど変わらないですね。で、ダイヤはこんな感じ。なかなかいい感じだよね。色合いとか大きさとかも。特にさ、変わってるとこもなくて、まあ、本当にマジックとかフラリッシュにも使えそうな感じだよね。そしてハートはこんな感じ。そして、こちら、ダブルバッグが1枚。そしてブランクカードが1枚ついてます。これが、こちらのデックの、構成となっております。なかなかいい感じだよね。じゃあ、早速ね、バック面を見ていきましょう。せーの。はい。こんな感じ。おー、めっちゃいい感じ。で、ボーダーもさ、結構いい感じじゃない？まあ、個人的にさ、僕、細い方が結構好きなんだけど、まあ、これぐらい細い方が、まあ、ちょうどいいかなっていう感じ。で、見えるかな？エンボス。こんな感じ。光に当たってみると、まあ、わかりやすいかなと思います。こんな感じね。で、このロゴがね、めちゃめちゃちょうどいい。本当に主張がね、強すぎずね、ちょうどいい感じになっています。触ってみた感じで、確かに、めちゃめちゃ使いやすい感じはしますよね。じゃあ、ちょっとね、早速、広げてみましょうか。まず、表向きで、広げると、こんな感じ。おお、めっちゃいい感じ。まあ、しっかり揃っているので、いい感じだよね。で、問題はバック面。広げると、こんな感じ。うん、なかなかいい感じだよね。まあ、このさ、赤色と言ってもさ、本当に目が痛すぎずね、まあ、ちょうどいい感じの色合いかなっていう感じ。そして、ボーダーの太さもちょうどいいよね。やっぱりこれだけの、質でさ、550円っていうのは、すごい、なかなかいいよね。僕今回一つだけ買ったんですけれども、また次回ね、またたくさん買おうかなと思っています。では続いてシャッフル系をやってみようかなと思います。なかなかいい感じ。ちょっとね、つまずきましたが、なかなかやりやすいです。まあ、新品なのでちょっとザラザラ感はあるんですけれども、まあ、その分、やりやすくなっています。肝心のテーブルリフルしてみましょう。うん、やりやすい。一応表向きでもやってみましょう。うん、めちゃめちゃやりやすい。そしてファンしてみるとこんな感じ。やりやすいね。まあ、エンボス加工がされているので、まあ、めちゃめちゃやりやすい感じはありますよね。で、肝心のファローシャッフルやってみましょう。まあ、それがね、スムーズに入るよっていうことなんですけれども。お、めっちゃやりやすい。今の皆さん見ました？ちょっともう一回やってみるよ。裏向きの状態でやってみると、このさ、このカードの噛み合わせの部分がすんなり入るんですよね。これ。ほら、これ。めちゃめちゃすごくない？これはなかなかいいよね。じゃあ次、表向きでやってみよっか。おそらくね、やりやすいとは思いますが、一応やってみましょう。お、これもなかなかいい感じ。ちょっともう一回。ちょっとこっちの方がザラザラしてるので、まあ、やりづらさは感じますが、まあ、こっちでもね、十分やりやすいかなと思います。いや、それにしてもね、めちゃめちゃ質がいい。なんかね、もうちょっと買っておけばよかったかなっていう感じはしますけれども、まあ、実を言うとね、もう一つ、インポッシブルカンパニーで、買ったトランプがあるんですけれども、それはまた後日、レビューしたいと思っています。まあ、なので楽しみにしていてください。めっちゃいい感じだね。なんかさ、
今後新しい色とかさ、まあ、カラーバリエーションって言うんですかが出たらいいですよね。まあ、それが出たらまた買いたいんですけれども、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、ということで今回はこちらインポッシブルデックというねトランプをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、本当にね、皆さんがおっしゃってる通りめちゃめちゃ安くて使いやすいデックでしたね。で、何よりも一番いいなって思ったのがこの滑りの良さだよね。で、この広げた時のさ、こうトランプのね広げた時のこの均等に広がる感じがめちゃめちゃ良かった。まあ、やっぱりこの裏向きで広げるとね、めちゃめちゃこの均等さがわかると思うんですけれども、これがめちゃめちゃ良かったですね。あとね、あのファローシャッフルですね、こうカード同士をあの噛み合わせた時のあの入り具合、あれがスムーズで良かったね。ちょっともう一回やってみようか。まあ、こんな感じでカードをね、噛み合わせていって、この音わかる？あのシャーって音がたまんない、本当に。まあトランプでね、あの音フェチ好きな方はわかると思うんですけれども、このね、シャーって音がたまんないよね。ちょっと裏向きでもやってみましょう。こんな感じでね、なかなかいいよね。なんかやればやるほど癖になる。こんな感じ。いや本当にね、コスパ最強なんで、あのまずはねマジシャンの方で持ってない方はぜひね一度、手に取ってみてください。本当におすすめです。で価格もあの1個550円なので、あの本当にたくさん買えば買うほど得だと思いますので、ぜひね、あのなくならないうちに、公式サイトからゲットしてみてください。多分ね、あのこのインポッシブルカンパニー以外のところでも取り扱っているところがあると思うので、もしねあの気になった方はあのぜひね調べて買ってみてください。一応ね、あの先ほども言いましたが、こちら売っているところインポッシブルカンパニーのショップのリンクを説明欄にね貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画ね、少しでも良かった僕私インポッシブルデック欲しい、かっこいいと思ったら評価チャンネル登録もお願いします。そして私伊藤海人の Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。